安土とは、古代末期から近世にかけて、日本の土地私有制度において、主君が家臣に対して、所領事業や、書式の存在、継続、移転などを保障、承認する行為を指す。とは書き、囲い、それらに囲まれた居所などと同じ意味があり、安土とは本来は、都の中に、安吟ずるという意味を持つ。他者から、侵害行為から、人身や土地、 金銭などの財産の安全が守られている状態や、侵害行為などに対する精神的な不安がなく心を休んずる状態を指すようになり、土地法制が大きく変わった。近代以後には、後者の意味でのみ用いられて、現在ではもっぱら、安どイコール、安心の意味で用いられている。安どという言葉は、式に見られ、日本でも、看護表現として、古くから用いられてはいたが、 権利保障に関する意味での安堵の語が生じたのは平安時代後期以後と考えられている。この時代には社会の不安定によって私有財産侵害の例がしばしば発生していた。そのため土地などの財産所有者が実力者に事故の財産に対する権利の保障を求め実力者は財産の保護を約束して所有者に 精神的安堵を与える代わりに所有者に対して一定の報酬を求めた。この権利保障と代償としての報酬が向上的になることによって実力者と所有者の間に主従関係に発展した。特に初期の武家法ではこの関係が重要視され権利保障と代償としての報酬はそれぞれごーと方向の関係に転換していくことになる。 ご温と方向の体系の上に成立していた鎌倉幕府にとって安土は御家人の忠誠をつなぎ止めるために重要な手段であった。鎌倉幕府の安土は主として所領の安土を指し、その対象としては土地の売買、相続、和与、消文紛失などが挙げられる。安土は目的に応じて本領安土、遺跡安土、和与安土、当地行地安土、寄進地安土、 顧客地安土、解読安土、乗与安土などに分けられるが、一件の事案中に、複数の安土が含まれる場合も存在していた。特に中核となるのは、主従関係の構築に際して、開発送電、根本資料の安土である、本領安土と相続の発生によって相続人による、土地の相続の安土である、遺跡安土であった。遺跡安土は、継ぎ目安土とも称した。 何らかの事情で所領の権利が移動した場合、新しい権利者は、申し組みとともに、前の権利者などからの譲り状などを幕府に提出し、安堵奉行が、所状の内容、事業の実態、この安堵に異論が持つ、不服人の有無などを確認した上で、各種安堵状発給や譲り状に直接安堵の旨を、過失した下大安堵が行われ、問題がある場合には、 書無沙汰ににて引き付けなどの訴訟期間において審議が行われた初期の安度は必ずしも規範力を持つものとは言えず、安度の実施も自体も抑制的であった。これは、旧所有者が所有を回復したと申請した結果、出される本領安度と、現所有者が当地業の保障を求める当地業安度のように安度が競合すると新たな。 紛争要因になりかねない事態も予想されたためであり、土地関係の不安定化は、政権の不安定化を招く危険があったからである。実際にご成敗式目では、第7条で本領安土を同じく第43条では、統治業安土地行に制約を加える内容が入っており、状が発給された場合でもその効果は、主君と従者の間の主従関係の確認を超えるものではなかったとみられる。 しかし、1309年以後には、下大安土に規範力が認められ、また解読安土を得た所領などが特性例の対象外とされるなど、法的な権限強化が強まり、従来は当地業優先の法理から、下大安土所持者優先へと移行するようになった。こうした安土の考えは、室町幕府に継承され、また、区下法や省縁法、 地法武士の主従関係官にも導入されるようになっていった。江戸時代に入ると安堵の方法が大きく変化する。それはこれまでは違って本領概念を認めず、形式上は領主の死によって所領は一旦抗議に戻され、相続人からの申請によって相続人への家督相続が認められた場合に限って同一の所領に再封することとされ、所領の安堵は将軍もしくは 主君一代限りで有効であり、身をはじめの土に一から安土を得る必要が生じたことによる。これによって継ぎ目安土の意味や発生要因にも大きな変化が見られた。すなわち、従来は家臣の家で家督相続が行われた場合に主君がその安土を行う遺跡安土と同じ意味のものであったが、江戸時代のそれは主君の家で、 家督相続が行われた場合に、前の当主が家臣に与えた安堵が効力を失って、新しい当主による安堵が行われることを指すようになった。江戸幕府の場合、1664年に実施された漢文院地によって司法が定まることになるが、大名寮、旗本寮、区下寮、自社寮のそれぞれの格式によって、安堵上の形式が定められていた。例えば、大名、 区下、自社の場合は格式によって、将軍の顔が記された、領地反物を与えられる家と主印状による、領地主印状が下される家に分けられていた。将軍の交代時には一旦古い安堵状を幕府に変換した上で、新しい安堵状が下される時に一緒に変換された。御主印改めは、実施前に病死した六代家の部、七代家継及び、将軍職を免税られた十五代。 吉信の3名を除く12代の将軍が、いずれも実施している。一方、大名から、家臣やは自社への安堵は原則として、大名の反物か国印上によって行われていた。近藤誠一、本領安堵と統治行安堵、初修、近藤、鎌倉時代政治構造の研究 ISBN978 から4から751746509。ありがとうございます。